私、なんで体が熱い、ぼっとしてなんか変。ミサオ。え？同じことだろう。当主になった者がお前を抱くのと、お前を抱いた者が当主になるのと。さあ、楽しもうか。総長さん。体がしびれて熱っぽいだろう。俺の孤独は長く効くから。敷地の地下に強い結界を張ってね。破るどころか当分誰も見つけられないよ。なんでこんなこと。決まってる。お前をじっくり抱くためだよ。やだ。どうして？お前は俺のことを本来の名で翔ちゃんって呼んでよく懐いてくれてたのに。やだ。やめて。総長殿。ちっ。おやめください、このようなこと。太郎ちゃん。太郎、邪魔するなら容赦しないよ。今日に鍛えてもらって少しは強くなったのか。また成果を見てやろうか。どうした、そんなに震えて。まだ何もしてないのに。手を離せ、総長。案外早かったな、今日。お前。今日、ミサオはね、忘れた記憶を取り戻したいんだって。協力してくれるだろう？何？すごい血だ。俺の気をまともに食らったようだね。何を言ってるんだ、ミサオ。お前のためじゃないか。私の。ほら、今日の体から溢れる血をご覧。何か見えないか。京ちゃん、ねえ京ちゃん、何してるの？どこ行くの？うざ。ねえ、遊ぼうよ。お前な。わかったよ。どうして今思い出したりなんか。そうか、お前だな、ミサオの記憶を封じたのは。正解ねえ、ミサオ。記憶の封印を解く鍵はね、あいつが血を流す姿を見ることなんだよ。そんな。そして全ての記憶が戻るのは京ちゃんが死ぬ時だ。いや、本当はね、今日の存在そのものを忘れてもらったはずなんだけど、ほんの少しでも覚えていたとはね。翔、お前は自分が当主になれなかった理由が。わからないね。こんな結界一つ破れない奴より力では俺が上だ。お前は以前狂連と称して太郎たち兄弟を半殺しのような目に遭わせた。あれで進化の心が離れた。ミサオだってそんなお前に心は開かない。お前の横恋慕は叶わねえよ。バカ言うな。俺はこんな女好きでも何でもない。こんなあやかしの餌惚れるお前の気が知れないね。ただそうだな、お前の目の前でこいつを犯して殺して食うのは
最高に楽しいだろうな。やめろ、ショウ。よく見てろよ、今日。お前の大事なものが奪われる瞬間を。ミサオ！なんねえよ、泥団子食わされたぐらいで。ショウだってそうだろ。ショウは食わないか。うん、お手手汚れたって。おい、ほっぺたどうした？赤くなってる。あ、ううん、なんでもない。まさか、ショウが。キョウちゃん？この小さくて柔らかくてか弱いものを守るには、ミサオ、お前をいつか迎えに行くから。お前は俺の花嫁だから。ミサオ、結界を破ってミサオを取り戻すとは、大したものだが、もう立ってるだけでやっとじゃないか。ご観念を僧正殿、私たち4人に捕らえられてはいかにあなたといえど。僧正てめえ、前期やめろ。せやけどご当主、やめてくれ。お前は甘いよ。大丈夫か？今日まだだ。足りない。血は止まったみたい。ああ。このバカ！だから僧正に近づくなって言っただろうが！ごめんなさい。どうしても、京都のこと、思い出したくて。あいつはその封印を解かねえよ。多分、一生。もういい。思い出さなくてもいい。私はもう今の今日が好きだから。前期さん、そろそろ行きますよ。ほんまご当主甘すぎや。あないな目に遭わされて、なんで僧侶幽閉さすだけやねん。あいつ絶対またやるで。仕方ないですよ。血を分けた兄弟だもの。兄から何もかも奪った罪悪感で、避けられる攻撃すら甘んじて受ける。それが僕たちの主人です。はぁ、せやから俺らの手間が増えるんやんか。そうですね。ま、ええわ。そんだけお姫さんにぞっこんやったっちゅう話やな。ぞっこん。
姫様。今日の怪我はもういいの？はい、それはもう元気におなりで。お、来たか、ミサオ。悪いな、こんな時間に。ううん、いいの。それより大事な用って何？何って、分かってるだろう。え？お布団の用意はできておりますよ、姫様。は、相模さん。今夜は赤飯炊こうな。えっ、あっ、だからなんで泣くんだよ。死んじゃえ、このエロ天狗。